はい、本日はですね、視聴者3500名が選ぶおすすめのボディバッグをご紹介していきたいなと思います。いやー、これからの時期ね、やっぱり半袖とかちょっと薄着になってきたらね、なかなかこう荷物を入れる場所がないんよと。ジャケット着てる時なんか内ポケットに入れたり外のポケットに入れたりしてスマホとかアイコス入れてたけども、こうなってしまったお手上げですよね。ほんならボディバッグいるでしょうということで、メンズの皆さんは大体夏頃になったらね、ボディバッグを持ち張るかなと思うんですが、今回はね、まあ、皆さんにいろいろご協力していただいて、まあ、これがいいよあれがいいよっていうのを教えていただいたんですけど、トップ5でご紹介していこうかなというふうに思いますので、早速ね、本日の流れに行きたいなと思うんですが、まずはトップ5から5、4、3、2、1っていうふうに行きたいなと思います。でね、もうサクサクサクといくんですけど、1位が圧倒的すぎるんですよ。だから1位が圧倒的すぎるから、1位の良さみたいなところをちょっとねメインで喋っていこうかななんて思っておりますので、まあ、本日はその順番でいきたいなと思います。もしかしたらこれ見ていただいている方の中で、ボディバッグ俺持たんよと、そんなもんいらんやんけっていう方もいらっしゃると思うんですけどね、僕の周りではね、やっぱり野球やってるやつが多いと。野球やってるやつっていうのはね、夏場にね、手がこう空いた状態になって、途中で喉乾いた言うて自販機で水とかお茶とかジュース買うでしょ、まあ、そのペットボトルどないすんのって言ったら、大体これしだすんですよね。素振りしだしたりとか、あとゴルフのやつやったらゴルフこんなことしだしたりとかするっていうことで、カバン持ってやんとすぐにこう素振りしたりとかなんやしたりしだすので、カバンさえ持ってたらこの中にピュッて入れたらね、ゴルフできないんですけどね。カバンを持ってないやつに限って大体こんなことしだすので、あ、俺ボディバッグいらんねんって思ってはってもね、あなたちょっと手ぶらなんてゴルファーなってませんかと、それ以外にやったらちょっと大谷翔平意識してませんかと、そういうの俺あったわとか、あ、確かにそういうシーンあったな、じゃあボディバッグ持っとこうということで、まあ、そういうところでね、あ、ボディバッグって必要やねんなというふうに思ってもらったらいいと思うんですけど、何の話してたかというと、まずはね、第5位に行きたいなと思います。まず第5位というのがですね、僕はちょっと初めて聞いたんですけど、ノースフェイスのクラシックカンガという、バッグになってます。これ比較的値段が安かったんですよね。パッと見たら値段がな3000円か4000円ぐらいということで、他のノースフェイスのアイテムの、ボディバッグがあるんですけど、まあ、こんな感じでねずらっとあるんですけど、まあ、比較的安いんちゃうかなと思います。まあ、ボディバッグ大体何本ぐらいなの、5000円前後っていうのが多いかなと思うんですけど、3000円台とかで結構大容量っていう感じだったんで、まあ、それで多少票入ったんかなと思うんですが、まあ、それがね第5位ということになってます。第4、3、2、1ってなったりしたら、もう1が圧倒的するので、これぐらいサクッと終わりますよ。第5位がこんな感じで、第4位というのがですね、これも僕ないんですけど、ノースフェイスのエクストラトートという、ボディバッグっていうかバッグになってます。これはね S、M ってサイズが2点からあるんですけど、おそらく S の方がねちょっと小さい5リットルぐらいなんで、まあ、これをおっしゃってると思うんですけど、これが USA ってアメリカの企画なんかな、なんかちょっと日本のやつじゃないんかもしれないんですけど、これも多少票は入ってました。なんかね紐を外せたりできるみたいで、なんかクラッチバッグ感覚でも持てるし、紐カチャンと引っ付けて、まあ、ボディバッグみたいな感じでも持てるっていうようなのがエクストラトートっていうやつらしいんですけど、まあいかんせんこのエクストラトートって僕実際生でこう見たことないんで、ね、なんとも言えないんで、よくわからないんで、この辺で終わりたいなと思います。ではね、次第3位に行きたいなと思うんですが、第3位というのがですね、これも結構票が多かったんですけど、こちらのミステリーランチのヒップモンキーですね。これは結構まあまあ票は入ってたんですけど、唯一ミステリーランチでランクインしたのがこれだけ。他は、アークテリクスとノースフェイスが2位1位に入ってるんですけど、それ以外のブランドってっていうと、まあこのミステリーランチのヒップモンキーが上位でランクインしてます。まあ、これのねやっぱいいところって、結構がっつり量を入れたい人というか、ボディバッグ普通のタイプじゃちょっと容量収まらんねんなとか、まあカメラ持ち歩くとかっていう方はね結構これいいと思うんですよ。っていうのを僕、まあ、外ロケとか言うじゃないですか、買い物ロケしましょうとか外の店内撮影しましょうみたいな時って、だいたいこのカバンにカメラ2台入れたり、バッテリー 4,5 個入れたり、あのマイク入れたりとかっていう、こう機材バッグにしてるんですよ。でなんでそんなことすんのというと、やっぱ背面とかにねしっかりクッションとかが入ってるので、こう機材を守ってくれるんですよね。だから安心して物が入れれるのもそうやし、それ以外にもね多少なんていうんですか、ね、防水機能にもなってて、まあ、止水ジップ使われてたりだとか、あと裏側にね耐水のねコーティングがされてたりするので、多少の水ぐらいやったらなんとか防げるっていうことで、小雨雨降ってきてもね対応できるので、まあ、普通の持ち物の方はいらないと思うんですよ。財布、アイコス、イヤポッツ、鍵ぐらいの人は全然いらんけども、まあ、それにもう一個ちょっと大きいのも入れていく。だから普段だからまあ水筒入れるとか、まあ、カメラ入れるもそうやし、あとそれ以外何があるんやろ、もう入れ物って、まあしばらく考えたけど分からへんかったんで、まあとにかくねそういうちょっとプラスアルファ入れたいぐらいの人だったらこれぐらいの容量があってもいいんかなというところで、こちら第3位ということになってました。容量的に言ったら何リットルあるんやろな、ちょっと大きいやな、8リットルもないけど7とか6ぐらいあるんかな、まあそんなないか分からんけど、まあこれがね第2位ということでした。では次ね、あ、第3位でした。で次第2位に行きたいなと思うんですが、第2位というのがですね、こちらのノー
ースフェイスのオリオンなんですね。でノースフェイスといえば、まあ、これもそうですし、あとこっちの 上っかに、ね、かかってるの見えてるのかな、グラニュールっていうのも人気やし、それ以外にはこのねスイープっていうのも人気やし、でこれスピナンってやつが上にあったりとか、あとまあこれ最近出てるやつとかもいろいろあったりするんですけど、唯一ノースフェイスでこのランキングに入ったのはオリオンだけだったんですね。で大体ねボディバッグって言ったらこのスイープを皆さん想像するんですよ。だけど実際使ってみてと、めちゃくちゃチップ噛むし、荷物の出し入れちょっとしづらいんですよ。僕個人的にはね、これは皆さんどう思ってるか知らんけど言えにくいんですよ。やからっていうところもあると思うんですけど、このオリオンがね第2位というところに輝いてました。輝いてたかどうか知らんけど、まあなんでかって言ったら、やっぱこれチップがね上向きになってるから、こういうタイプなんですよね、開け方が。でもさっきのスイープってこれね開けたらねこう前に開くんですよ。こうだから荷物がね落ちるんですね、パカパカパカって。僕これでスマホ落としたんですけど、ちょっと気ぃつけとかなあかんので、まあ、僕はね以前からこのオリオンの方がどっちかって言ったら多分使いやすいと思いますよとは言ってたんですけど、まあ、特に僕の視聴者さんやからっていうところもあってか、まあ、このオリオンがねランクインしてました。結構ねガバッと開けた時にね中がね見えやすいんですよ。だからまあそういうところもね、あ取りやすいなーなんて言ったりするんですけど、長財布も結構すっぽり楽勝で入るし、で他にも細々したものも入ったりするんですけど、まあ、そういうところで良かったのかなというところが第2位ということですね。では次第1位、いよいよ第1位に行きたいなと思うんですけど、第1位って言ったらもうあれしかないんですよね。そうアークテリクスのあれなんですよね、なんていうのがこちらのマンティス2もしくはマカ2というボディバッグになります。形的にはねちょっと小型の形というか、先ほどまで見てもらったようなガバッとこうボディバッグっていうようなイメージじゃなくて、あれなんかこう正方形っぽい感じでちょっとシンプルな感じですよねっていうことなんですけど、これはねほんまにいろいろ考え尽くされたようなデザインというか、まあ大きさになってるんですよね。で何が考え尽くされたんかっていうと、もうここにこれをしまってください、そしてここにはこれをしまってください、これにはこれをやってくださいってもう言われてるような感じなんですよ。へい、わかりましたって言ってそれ入れていくだけなんですよね。ほんなら綺麗にしっかり収まるような感じで、まあ例えばね前のジップパッて開けるじゃないですか、まあ、そこにはねちょっとしたこうカードとかね、まあレシートこうやって入れたりしてもええし、それ以外にやったらあとまあ鍵ですね、鍵なんか入れてもいいっていう、まあこれキークリップもねあったりするので、まあここにはこういったものを入れましょうみたいなのがまずわかりやすいでしょ。ほんで次のメインのところの収納バーって開けると前と後ろで2箇所分かれてますよと。で前の方に関してはこういったね長財布を入れたりしましょうよなんていう感じでね、まあ、パッて入ると。でこの後ろ側にも同じように長財布入れたらちょっと取り出しづらいから、こういうのにはこうちっちゃいティッシュとかね、こういう小型の財布とかカードケースなんていうのをポンって入れましょうよっていうことで、これもまだ余裕あるんですけど、まあ、こんな感じで入れて、さらに背面のところにこうスマホを入れるところのクッションみたいなのがあるんですよ。ちょうどこれスマホ1台分しか入らない。あとそれ以外にはもうなんか物入れたいなとか、薄っぺらいなんか入れたいな、カード入れたいななんて思っても、これはもうスマホのとこなんですよと。それがもう入れんといてくださいと言わんばかりのぴったり感で、確かこれね僕 iPhone SE なんですけど、 iPhone Pro とかも入るんかな、ちょっとはっきりしたことわからへんけど入ったんかどうかわかりません。やけどねもうこんだけ完璧じゃないですか。財布入りました、鍵入りました、スマホ入りました、もうこれでぴったりやん。ほんでなおかつこうかけた時のね感じ、まあ、こういう感じでかけちゃってもいいし、まあ、こういう感じでこう肩で斜めにしてかけちゃってもいいし、これを後ろにポンってかけちゃってもいいし、これもう何でもできるねっていう感じでしょ。まあだから1位になったんちゃうかなとまあ思ったりはするんですけど、これねマンティス2というカバンで、まあ前の言い方で言うとマカ2っていう言い方があるんですけど、まあ、そのカバンはね実は僕持ってるんですけど、嫁がもう私物として使っちゃってるので、もう全然結構ボロボロになってるんですけど、このマンティス2はね僕別に使ってるやつじゃないので結構綺麗にあるんですが、ただ偽物もめちゃくちゃ多いんですよね。以前動画で偽物と本物の比較やったんですけど、まあそう比べやんと分からへん。もう単体で偽物持ってても全然気づかへんし、単体で本物持ってても全然分からへんけど、とにかく見比べたら分かるんですけど、それぐらい精密にできてるので正規店で買うのは偽物の可能性ありますせと。でそれどこがあるんかっていうと、やっぱり安いところですね。値段が圧倒的に安いとか、ちょっと割引されてるとかっていうのはね、このマンティスに限ってはもうないんですよ。もう定価で買ってくださいと、まあ、ちょっとでも安く売られてるっていう時点でも怪しんだ方がいいぐらい、もう偽物がとにかく多い。だからまあ下にはね正規店とか貼ってるんですけど、あちょっと安いじゃないのラッキーなんて言っちゃったら、もう後でもね、あ残念でしたと、そのお金無駄でしたと。まあ別に偽物でもいいねんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ修理がね対応してくれへんかったりだとか、やっぱこんなんでね毎日使ったりする人からしたら、やっぱ壊れやすかったりするじゃないですか。ジップがって壊れたりとかしたってなっても、あ修理してください偽物なんで残念ブブーって言われたりするので、まあ後々のこと考えたら正規店のがいいんちゃうかなって僕は思ってるんですけど、まあそんなとこで偽物がアークテリクス多いので気をつけてくださいということになっております。はい、というのがですね視聴者の方の、3500名に聞いたおすすめということになってるんですけど、スマホがどこに行った？
そうそうそう、この中に入れたのをすっかり忘れるぐらいもうフィットしてるんですよね。まあそれを 見ていただきたかったということで今やったんですけど、まあそんなことないんですけどね、普通に忘れてたんですけど、まあ他にはね、なんかいろいろ入ってるかなと思ったりしたんですけど、あんまり入ってないですね。なんかグレゴリーとかシュプリームとかは書いてあったりするけども、やっぱりこのアークテリクスのマンティス2マカ2に集中してたんで、まあこの辺はね、皆さんのおすすめというところでお声いただいて本当にありがとうございました。ということで本日はですね、メンズのボディバッグおすすめトップ5をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。